こんにちは、ミカスです。今ね、書斎にいるんですけど、これね、自分の書斎のね、Mac です。 Mac mini と、まあ、AOC っていうところのモニター、なんですけど、まあ、自分の編集部屋ですね、仕事部屋です。ですね、今までチラッとしかちょっと紹介してなかったんですけど、今日はね、これを紹介しようと思います。はい、まあ、これが何かというと、スピーカーならばね、すぐお分かりいただけるんじゃないかと思うんですけども、ハーマンカードン、まあ、ハーマンカードン、ドイツ車 BMW をお好きな方だと、純正のオプションでね、スピーカーをハーマンカードンに変えることができたりするんで、結構ご存知の方は多いんじゃないかと思うんですけど、ハーマンカードンっていうのはですね、ハーマンっていうアメリカのオーディオメーカーがありまして、そこのブランドの一つになります。まあ、他に有名なところで行くと JBL だったりとか、あとはトヨタのね、まあ、レクサスブランドで、まあ、オプションで、まあ、グレビンソンのオーディオシステムなんていうのが選べたりするんですけど、あれとまあ同じようなものですね。まあ、そのハーマンカードンなんですけども、このスピーカーね、ご覧いただければ分かると思うんですけど、非常にねコンパクトなんですよ。ここに今ね、iPhone これ4古いなiPhone 4じゃ分かりづらいですかね。これ炭酸の電池と比べるとこんな大きさです。非常にコンパクトなんですよ。で、もう見て分かる通り、1個2個3個4個ね、まあ、ミッドというかスコーカーというか、まあ、スピーカーついてまして、これがなんていうのかな、アクリル製なんですよ。透明のアクリル製で、で足がね、このドーナツ状のやつなんですけど、パッと見ね音良くなさそうなんですけどね。でこれとちょっと暗いんですけど、これがウーファーです。このクラゲみたいなやつ、サブウーファーね、まあ、いわゆる 2.1 ちゃんっていうシステムになってます。でね、このスピーカーがもうご覧の通りね、非常に素晴らしいデザインなんですよ。まあ、透明のね、こうアクリル製で、でこのね金属なんですよね、振動板が。でシルバーの金属の振動板のスピーカーがまあ4連でついてるといったことになるんですけども、このようにね、透明のね、スピーカーの筐体を使うっていうことは、どんなスピーカー使ってるのかっていうのが一目瞭然なんですけど、これ見てね、ちょっとオーディオ好きな方ならお分かりいただけると思うんですけど、スピーカーのその振動板の直径の割に後ろのマグネットが結構でかいんですよね。なので、まあ、よりパワフルに振動板を動かすことができると、そういったものになります。でですよ、ちゃんとね、このスピーカーの箱の中にこの低音排出用のポートがあって、意外とね、その、まあ、低音というか、まあ、中音というかな、意外と抜けがいいんですよね、この穴から出てくるんですけども。で、ボリュームはここのプラスマイナス、これ触るだけです。触るだけでボリュームの変更ができます。で、このドーナツ状のやつっていうのが、これグリーンってね、動かねえなこれこうグリーンとこういう風に動くんで、角度も好きな角度で調整できるといったものになります。まあ、ちょっとね、これゴムなんでね、ホコリついちゃうのが弱点なんですけども。で、ウーファー側には電源ボタンで、そのボタンをねじると低音の調節ができると、まあ、そういった感じになります。で、ミカスはですね、もうしばらくこのスピーカー使ってるんですよ。元はね、音響とかのデスクトップ用のね、ちょっといいスピーカーを使ってたんですけど、まあ、その時はね Windows だったんですね。で Mac に変えた時にスピーカーも変えようと思ってこれにしたんですけど、まあ、デザイン重視のインテリアスピーカーのように見えるじゃないですか。なんですけど、これね結構音いいんですよ。ちょっと試しに何か再生してみましょうか。ではですね、自分の持っているオーディオライブラリーの中からとっておきの音源ちょっと再生してみようと思います。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。